部落問題や童話行政に関係して不正だとか怪しげな事件犯罪というものがあると必ずだからといって差別は許されないみたいに擁護する人が出てくるんですね。例えば具体的には2005年に飛鳥会事件あったんですけどねその後にテレビでこういうブラック問題の専門家だとかあとは運動団体の人が出てきていかにブラックというものは差別されてきたのかみたいなねあからさまに お涙ちょうだいの番組をやったわけですよ。でこういうことはテレ,ビもやテレビだけじゃなくて新聞だとか雑誌もやっていますでこれはまあ端的には脅しであってこのことはブラック差別の解消にも何にもならないしむしろ不正を助長してきたと思いますでなぜそう言えるのかっていうのをですねまあそもそも論から言うと。 部落差別はないんですねもうすでにこれは他の動画でなんでそう言えるのかっていうのを説明してますだからないものをね許されないとかいうことに意味ないしあとこの差別っていう言葉を今みたいな意味で使うっていうのは漢字文化圏だと多分日本だけじゃないですか。しかもね明治の終わりぐらいのねそういうブラック解放運動とかそういうのが始まった頃から 使われ出したんもともと差別と区別っていうのは意味は同じですからだから差別っていうのはまあ強いて言えば不正な不公正な不当な区別のことを言うんだけども何がね不当かどうかなんてね、えー、客観的に判断できないわけですよだから何が差別かって言ったら言いたい放題みたいな状態になってるわけです。じゃあ百歩譲ってね仮に差別があったとしましょう。でそれをなくしたからってねね絶対に、ね ラックの人は幸幸せせににならななななららいいでですすあたも例えばね就職できない結婚できないっていう人がいた場合にじゃあ差別がなくなったらね大きな会社に入って高い給料をもらえるのかってそんなこと絶対ないしじゃあ男の人だったら美人と結婚できるのか女の人だったら金持ちのイケメンと結婚できるのかっていったらそんなことは絶対ないですね。 まず、差別っていう言葉が漠然としすぎてるからはいけないんですね。もっと具体的に言えばいいと思います。部落が避けられてると、気持ち悪がられてると、怖がられてると、そういうことなんですね。じゃあ、なんでそういうことになるかっていうと、その部落問題とか同和行政に絡んで、その不正やね、おかしなことが繰り返されて。 来たわけですよで今津市相生町でもこんな普通だったらこんなことをね一般地,地区でありえないようなことが起こってるとでこういったおかしな事件だとかねじゃあその結果その場所が避けられるとか嫌われるっていうのもその部落全般で起こってるわけじゃなくてそ,のそれぞれの地域地域で起こってるわけですピンポイントで。だからそれを一般化して部落差別だっていうのはおかしいんですよ、ね、だからそのだからといって差別は許されないっていうような ことはこういうことからも詭弁だっていうことなんですね。そして未だにね。こういう童話情勢に絡んで、こういうありえないような怪しい事件が起こるのかって言うと、それはもう反省しないからです。誰も反省しないからで、なんで反省しないのかっていうのが、その差別というものを言い訳にするからですね。ありもしない差別を言い訳にするからです。でもっと厳しい言い方したら、もう部落問題を人質にしてるんですよ。うん、俺たちの不正を見逃せと。 不正を代々的に報じるるななとと議論するなともしそんなふうに大々的に言ったら部落は差別され,ずされるぞと部落の人間が怒るぞと怒った部落民が襲撃してくるぞっていうふうに言ってですね、まあ、まさにあれでしょあ相生の自治会長とその仲間が「 脅してたの、そういうことでしょ全国の道は連れてきてやるからなって、だから、そういうことなんです。だから、だからといって、差別をは許されないことを言っている人は、もうあの連中と同じです。部落を出しに脅して、不正を見逃せって言っていることと全く同じなんですね。まあ、そこで確実に言えるのはですね、ええー、道は行政をやめてですねで。もう解放同盟の活動もやめてしまえば、部落っていうのはまともになると思います。 まあ今期は例えば都市部だったら大阪市なんかそうですね大阪市なんかはもう同和行政の権下みたいなところだったんですけども関市長の頃からどんどん同和行政縮小してで今林保館開放会館ほとんどなくなってますそしたら開放会館の跡地なんかにね建て売り住宅がどんどん建って人が来るわけですねもうだいぶね大阪市まともになりました さらにはもともとね童話行政やってなかった東京の多摩地域なんかはもうもう昔から普通の地域ですね部落っていっても。で奈良なんかもう陰険陰湿なイメージがあるんだけどあそこでさえね実際映像でも紹介したんですけどもつばいっていうところなんてねあそこも,も部落だっていうことはもうほとんど忘れ去られて、まあ、知ってる人は知ってるんだけどとても差別が残ってるようには見えないんですよね。 だからことさらね。差別やめようとか呼びかけなくても、その各地域地域について、ここは気持ち悪いとかね。怖いとか思われるような原因というものを排除していけば、まあ、確実に。これ、大きなたくさんの人が幸せになりますね。あの、同和行政に関わっている役所の人もこんなアホな仕事しなくて済むし。まあ部落のね。そこに住んでいる住民も変な目で見られなくて済むわけです。 まあ、とにかくですね一人でも多くの人が洗脳から解かれて常識を取り戻していただきたいと思います。ということでですね是非この神奈川県人権啓発センターにですねチャンネル登録していただいて今後ねためになる動画をどんどん公開していきますので見ていただければと思います。それでは皆さんありがとうございました